こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。皆さん、今日はどんな朝でしたか？どんな朝でしたか？こんにちは。お話し会の緊張で、あら震えないで。緊張ね、今日は話し会ですから楽しみですよ。私は朝の記憶がないですって、気づいたら昼でしたみたいな感じ。お、いいですね。いや、モデルさんとかね、すごい綺麗ですもんね。アイメイクありがとうございます。昨日のメイクを意識して渡してみました。でも分かんない、なんかもう腕来てるかどうかも分からない。こんにちは。お、11日初めまして。来週だね、楽しみ、ありがとうございます。来週か、来週になるのか、来週か、来週だ。ありがとうございますね。何話します、何話したい、私と何話したい。よいしょ。アイメイクめっちゃ可愛いですって、やったー。再現できてますか、よかった。そう、実物、いやいやいや、大きく見えてるだけです。そうやってあのメイクで大きく見えてるだけですよ。黒目ちっちゃいので、数秒に命かけるねって、私も数秒でめっちゃもうね、楽しんでいただけるように頑張るね。カズさんありがとうございます。何話すか考えてるうちに時間になりそうって、大丈夫だよ、まだまだ4時間ぐらいあるから大丈夫だよ。そう、直接お話し会、あー、ありがとうございます、嬉しい、そう言っていただけて。またね、きっときっときっとこれからどんどん世の中は良くなってくると思うから、長に待ちましょう。それまでオンラインでもね、やっぱりお話はできるので、オンラインだからこその良さもありますしね。こんにちは、こんにちは。 YouTube でメイク動画、私毎日メイクが毎日メイクじゃなさすぎて参考になるかな。嬉しい、スイートシックスティーン、ありがとうございます。スイートシックスティーンパーティー、今日さ、乾燥すごくなかったですか？私の部屋だけかもしれないんですけれども、朝起きたら喉カピカピでびっくりしちゃった。急いで加湿器、加湿器って感じでしたんですけど。欲しい、ありがとうございます。リカコちゃん、太郎韓国さん、ありがとうございます。ルミさん、はじめまして、ありがとうございます。村山優香です、よろしくお願いします。そう、喉カピカピになった、でも今大丈夫ですよ、もう加湿器炊いたので。加湿器は炊くって言いますか、すごいもうもっこもくになってる、結構今日でしてるね。喉トル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 、今年から花粉症、あ、今年なんかすごいらしいですね、花粉が特になんかすごいんですって。こんにちはね、花粉やばいよって、寝てる間も使っといた方が、いやそうなんですよね、気づいたら寝ちゃってましたよ、びっくりびっくり、5倍、そりゃとんでもない。そんな毎年さ、結構重症になってしまう方とかさ、そ
その5倍ってどういうことって感じだよね。昨日は割とちゃんと寝たかも。ちゃんと寝れた、寝れたというか寝てたと思います、私の中では。最近ね、どんだけ遅く寝ても朝8時頃に目が覚める、7時半とか8時とかくらいの時間帯で目が覚めるようになりました。そう、朝のそうなんです。体内時計ね、しっかり、そうそうそう、なってくれているみたいで嬉しいですね。じゃあ朝ね、トルティーヤみたいなのを食べたんですけれども、この間の続きね、この間食べてトルティーヤまた食べたんですけれども、もうお腹空いて何か食べたくて食べたくて仕方がありません。そう、いい生活リズムになってる。全然寝る時間とかいい生活リズムではないんですけれども、起きる時間だけは規則正しくなっているみたいで、そう。あ、ひな壇片付けチャレンジ失敗だ。失敗じゃん。私のね、お家のね、ひな壇ね、おばあちゃんが手作りで作ってくれたひな壇というかひな人形だったらしいですっていうのをね、昨日配信終わりにね、お母さんから聞いてびっくりしました。とんでもないやんと思って、びっくりびっくりびっくりでしたよ。そう、おばあちゃんが作ってくれたみたいです。通りもいいね、おいしい。はじめまして、いきるさん、はじめまして。ニアリーコールジョイの丸山由香です。19歳です。よろしくお願いします。ね、手作りらしい。おばあちゃん何者だっていう。ティガーさん、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。丸山由香です。最近ニアジュちゃんにはまったんだけど完成度高すぎない？嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。いや、じゃあもう本当にみんなさ、若いのにさ、すごいよね、歌もダンスも。私もみんなに追いつくのに必死だもん。そう、人間国宝ですよ、本当に本当に。そう、すごいすごいよ、何でも作れちゃう。バイトの休憩中、お疲れ様です。お疲れ様です。そう、若いのに、私もね、若いうちに入れてるかな。そう、本当に。いや、なんかさ、もうあとちょっとで20歳なんだって思うと、しっかりしなきゃって思っちゃう。お話し会、嬉しい。お話し会ね、受付中ですよ、今。中ですよ、日程がですね。嬉しい、はじめましてでコメントもありがとうございます。はい、月曜日まで、3月6日の月曜日まで、ノットイコールミーさんのシングルに参加させていただいている、お話し会の、オンライン個別お話し会の受付が行われていますので、ぜひぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。あ、19歳になりました、嬉しい、おめでとうございます。同い年だ。 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear 春馬さん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。同い年、私の方がちょっとだけ先に19歳になってたけど、同い年になりましたね。嬉しい、おめでとうございます。素敵な1年に一緒にしていきましょう。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。木曽馬さん、ありがとうございます。ありがとうございます。同い年だね、
同い年、同じ学年だ。同じ学年のさ方とか結構私のね配信見に来てくださってる方多いんですけど、とか年下の方、私より学年下の方とかから見て、私はどういう感じに見えてるんだろう。子供っぽいのかな、年相応なのか、子供っぽいのか、大人っぽいのかわからない。どういうイメージなんだろう。こんにちは、こんにちは。なんか私より学年が上の方とかだったら、まあ子供っぽいって思われても、まあまあそりゃ人生先輩ですもんってなるからいいんだけど、年下の方とか特に思われちゃうと、ちょっとあ私は幼いのかなとか思っちゃったりして、どうなんですかね。そう。油断してましたって、おはようございます、おそようございます、こんばんは、にわにパニックさん、ありがとうございます。綺麗なお姉さん、あはやったね、嬉しい、ありがとうございます。太郎感覚さん、ありがとうございます。お姉ちゃんになってる、嬉しいですね。私は妹気質なところがあるので、どうしても27中だと、おお、そうなの、嬉しい、ありがとうございます。妹感ある。そう、どうしてもね、そうニアジョイでは年上の方 になってるんですけれども、私が育ってきたのはもうどうしても妹として生きてきたので、なかなかね年上になんだに ならない。幼いと思ったこと一回も、あら本当によかった、嬉しい、ありがとうございます。スカイさん、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、そう話すとね、そんな知的な言葉出せないので、私は語彙力皆無なので、そう最年長と思わなかった、最年長ね、私もびっくりでした、まさか自分が最年長の学年なんだと知った時はびっくりしました。たけるさん、ありがとうございます。お話し方、お話の仕方、レイシン、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ね、でもほんとみんなしっかりしてるからさ、誰がなってもですよね。あゆみんが大人っぽすぎて、うん、あゆみんはね肝が据わってますよ、ほんとに落ち着いてる、ほんとにがぶれないよね、自分の道をさちゃんと歩いてる感じがして、私すごい好きです。そうね、そうなの、本当に私もびっくりですよ、私もびっくり。キイちゃん見たことありますよ。私は結構早い段階であゆみんに見せてもらったという自信が勝手にある勝手にある。お話し会で同じ部だった時とかあるんですよね。 その時にね結構普通に話してて教えてくれました、インコ飼ってるんだよっていう話をして、そういっぱい写真を見せてくれました。そうキイちゃんかわいいよね。落ち着いてる、あわ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 しないよね、あゆみんってすごい。はるみんさん、ありがとうございます。きーちゃんめっちゃ可愛いと思いました。あら私のあれ机が大暴れ可愛いきーちゃん、
配信でもね、あやみんの配信でもさ、あの結構キーちゃん登場してない、これだけ出演の時なんですね。おはようございます。226日連続ありがとうございます。226日、あー幼いイメージが、確かに中学校ってなるとね、かわいい、あゆみは常にかわいい。こんにちは、こんにちは。黄色すぎて確かに黄色だね、黄色けど、あのなんだ、鮮やか、綺麗だよね、だなと思います。お、バイト頑張ってください、応援してます。バイトか、応援してます。急なアップ急なアップになっちゃいました。ちょっとこたつが熱くてね、今こたつから足を出しちゃっている、熱い朝寒いくってさ、ガッてスイッチ入れたらね、今暑い、普通に暑いそう、まだこたつなの、寒がりすぎ私でもちょっと暑いよ。でもスイッチ遠いんですよね、スイッチ遠いね、ちょっと。そうなんです、こたつこの冬は助けられました酸素そう、いつまであってもね、本当にいつまであってもいいんですよ、ね、夜とか寒いし、朝夜、朝晩は寒いので、こたつで寝ちゃったことは全然あります。もうね、こたつが私のベッドみたいな感じで本当に寝ちゃうのでダメですね。から昨日は本当にこのだらしない、だらしなくなってしまう自分が嫌なので、なんだ、今日は何時に寝る、何時に寝るってずっと頭で唱えながら行動しました。夜配信終わった後に早くお風呂に入って、早く寝て、スルッって決めてました。そう、なので今日ちゃんと寝れました。もうさ、お風呂さ上がったらめっちゃ時間かからない？もうさ、気づいたら2時間ぐらい経ってるんだけど私、みたいな、もうこんな経ってんのって思って、もうびっくりしちゃう。別にね、その何かね、手の込んだことをしているわけではないんですけれどもね、髪乾かすの本当に私も嫌だ。あのモーターはあんま得意じゃないんですよね、モーター音すぎて、うーん、うわーってなる。そう、モーター音、掃除機とドライヤーはのモーター音は好きじゃない。だから福岡にいた時とかもう、まあ、ドライヤーはね自分でかけるけど、掃除機とかね、お母さんがかけてくれる時あったんですけど、なんか一人でそわそわしてるのあっち行ったりこっち行ったりっていう掃除機がけ中、一人でそわそわしてました。今はね、自分でかける分にはやっぱこう なんかこう、もうなんだ、まあいけるんですけど、ドライヤー中にそわそわするということはないんですけれども、お母さんが掃除機かけてくれてる時の時間、あの時間すごいそわそわしてたなっていう印象です。ドライヤー1個、ドライヤー1個、ドライヤー何個あるの？ドライヤー1個です。私も猫ちゃんなのかもしれない猫ちゃんなのかな、
ドライヤーは本当に無心で、無心でこうやってうーってしてふぅってします。一回休憩挟まないと私の腕が持たないので、ふぅってして、もう急いで急いで乾かす。そう、え、すごっ、火花出てきましたって、すごすぎる。確かに寿命あるよね。なんかドライヤーさ、言うこと聞かなくならない？寿命もがあると、あったかいの出してるのに冷たいの出てきたり、あの冷風出てきたりしてから、そう、私も太郎韓国さんありがとうございます、ありがとうございます。ね、なるよね。私はもう今全然その冷風も温風もちゃんとスイッチ通りに出てきてくれるんですけど。ハンマージーさんありがとうございます。キュ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 さんありがとうございます。嬉しい、まだひな祭りでいてくれるんだ、あのギフトが。ドライヤー水で洗っちゃったってこと？危ない危ない、なんかすごいバーンとかなりそうで怖いですね。本当に花火になっちゃってるじゃん、ダメだよ、気をつけないと。本当に今すぐにでも買い替えないとですよ。ファストコンペと似てますね、似てますね、かわいい。ひな祭りはひな祭りって書いてあるシールが貼ってあるお弁当を食べました。なので、ま、ひな祭り感あるお弁当ではありましたね。そう、ドライヤーでも最近さ結構何でもさ風量とか結構ない？そう、結構いいやついっぱいありますよね、ドライヤー。私も買い替える時何がいいのかなといっぱいエゴサしました。エゴサじゃないね。口コミとか見てたりしました。そう、ひな祭りエンジョイしましたよ、私の中で。あとね、なんかこう街歩いてるとさ、ひな祭り仕様、ひな人形、ひな人形というか、なんか桜とかさ、なんかそういった仕様になっててよかった。なんかひな祭り感じました。お弁当でした。おひな様はね、私の今このお家では飾ってない、福岡にお人形があるよって感じですね。ゆかちゃんがヘアアイロンしてるところ見たことない、配信中にしたことはないですね。そう、コード入れ替えないといけないから。そんな近くにアイロンもないですしね。そうそうそう、したこと、あ、でもあのオーディションの時、オーディションのショールーム配信の時にはあのアイロンとか使っていろいろしてましたね。そう、今日も髪型どうしようと思って洋服は決めて、でどうしようかなーって感じ、どういうのがいいかなーって悩んでますね。私のもう髪のバリエーション、ヘアアレンジのバリエーションが本当になくってですね、本当になくてですね、でもちょっといつもより雰囲気違う気がする、系統が。私はこんな系統のお洋服を頼んでたんだって感じ。頼んでたんだって感じ。そう、私もなんか初めて着る服だから、ちょっと自分のその姿を見てなんか
恥ずかしくなりそうな気もするけど、わかんないそう、お話し会できるので、まああと数時間後楽しみにしててください。そうだよね、確かに最近さメンバーと洋服交換してないね。メンバーみんなさ最近コスプレみたいな感じの子も多いじゃん。すごいっす、先輩っす、すごいっすすごいっす。そうね、みんなさ最近コスプレ何日しますとか言って、すごいっす。そう、洋服交換とかね前してましたね。うんうんうん、そうなの。お、バイト行ってくるねーって、行ってらっしゃーい、頑張ってください。レノン学ラン、学ラン、学ランかな、レノンの学ラン似合いそうお、ね、確かに得意分野すぎる、学ばないと。私はセーラーかブレザー、どっちのイメージなんだろう。なんか私ね、東京の人はみんなブレザーかと思ってたら、そういうわけでもないんですね。東京でもセーラー服とかってあるんですね。だから私の中ではもう東京が最先端すぎてないと思ってた。こんにちは。こんにちは。そう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 、白髪さんこんにちは、はじめまして、村山優香です、よろしくお願いします。ね、確かに。いや私もサンタさんで結構消費したんだよね、あ私のライフを結構消費してしまって、スパさんありがとうございます結構消費し、はい、ちょっとね消費量が、ライフがちょっとまだ復活できないHP 減っちゃってんだよね。そうああ意外ともうね何ヶ月か経ってるんだなと思いました。今思った、結構時間経ってたんだなとそう、お財布とかではなくて、そうそうそう、大ダメージ。そう、楽しかったよ、楽しかったけど、サンタさんを3日間したから、連続じゃないけどね、3日間したので18日と24、25で、結構その12月のHP 消費量は本当に高かったのです。消費量はちょっとバグを起こしてしまっていてあ、そう、かなりの消費量でしたよあれは。今日もねちょっとゆっくりできたらいいなと思ってます、配信。そう、もう3月だよ、ほんとだよね。そりゃ恥ずかしいですよ、今までそんなコスプレなんて死んでこなかったんですからね。いや他のメンバーはすごいなと私は本当に感心しています、本当にすごいです。ちょっとアホ毛がすごいぴょんぴょん。ね、サンタツインね、私もびっくり、なんかもう自分がこんなサンタでツインなんてしているという自分にびっくりたけるさんありがとうございます、ありがとうございます。
かなかね勇気が出ない。本当にアイドルってすごい、本当にすごい、もう勇気が出ない。いやなんかさ、先輩方はそのスケジュール、その日程に合わせて 何日に何々のコスプレとか服でみたいなしてらっしゃるし、いずれニア充メンバーもそういうねスケジュール的な感じで出してくる子が出てくるんだろうなって思う反面、私置いてかれちゃっているって思っちゃう。キャー、そうそうなんです。ツインのゆかちゃんと話し会してみたい。でもツインはね2月にしたし、結構ね割とまだツインはね定期的にしてるんじゃないですか。あれは定期的なのでしょうかって感じでしょうけど。そうそうなのよ。そうツイン率はねそこそこしてると思うんです、私の中では。私の高校生の時のツイン率なんてもう全然でしたからね。高校、中学校高校ツインテールと行ったことないんだよ私。そうそんな私がもう1年間に何度もツインテールをしている、もうそれだけで私はもうびっくり、自分にびっくり。そうね、びっくり。びっくり。そうびっくらぽんです。ついもねまあ別にしないわけじゃないからね。そうコナーと比べてみて、本当よ、コナーはもうレッスンの時ツイン率の方が高いもん。気になる、嬉しい。私のツインですか、ツインですか、それとも私という存在をですか、それともツインテールがですか、どっちだろう、どっちだろう。ハースリーワンさんありがとうございます、ありがとうございます。そうイコールポニテになってるよね、私イコールポニテかなっていう感じがします。私もそう思う。ツインテとポニテで頭の振り方違うのかな、違いそう、違いそう。なんか私はこう結構後ろに引っ張られる系のツインポニテールだけどね、ツインテールだとさ両方にこうね重さがさ分散しちゃうので大変そう、この毛先の扱いだったりね難しそう。円盤に当たらない、あもしかしたら当たってるのかもしれないですね、そりゃ申し訳ない。そうね自分には当たる、ヘッドバン系は当たる、どうしてもね毛先がね当たってますけれども、そうビシバシ、そうバシ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 きます。ライオン、そうそうそう、ズンチャチャズンチャの時とかね結構当たるね。私のポニーテールで一番痛いなと思ったのはガラスを割れをさせていただいた時ですかね。あの時がなんか一番、その私のポニーテールの髪の長さというのもあって長さがこうなんかドンピシャでこうポニーテールがこう前に来た時に ここに当たるちょうど目のところに当たったので、当たる長さだったんです。今だったら多分口とかになるんですよね、ちょっと伸びたから
その夏ぐらいが一番こう、もう目にこうポニーテールが前に来た時目に刺さるので、結構あの目閉じてました。あのここは目に当たるなっていう瞬間の時は、踊ってる時目閉じてた。長岡さん、はじめまして、ありがとうございます。村山優香です、よろしくお願いします。目の前のガラスを割れ、そうポニーテールでガラスを割れはすごい強すぎる。私のポニーテール針金かってぐらいしい、懐かしいね。よいしょ。そう、配信で確かに歌ったことある、一回歌わせていただいた時ありますかね。武道館見させていただいた時は、あのやっぱりあの周りにもね、ファンの皆さんいらっしゃったので、私はおとなしくこうやってって、すっごいアンコールの時とかも手元でくってしてました。写真の時もなんか「どうしよう、ピースしよう、どうしよう」って思って、私こうやってしてる。なんかね、リコ・レノンとかね、結構でしてたね。私こいつでした。そう、ルービックキューブ得意ではありません。全然得意じゃない、得意の部類に入る気がしない、今までもこれからも。可愛いので、ありがとうございます。そうやってキャラ出るね、出るね。そうなんですよ、自分はさ、どこにいたか分かるからさ、そのイコラブさんの SNS に載ってた、あの集合写真というかの時に、あ、私こうしてるなーみたいな見えましたね、はっきり見えてました。私は映ってた、あ、ちょっと映ってたかも、恥ずかしい。恥ずかしい、こそ、おお、白そう、斜めになっている人さ、こうしてた、ちょっとこっちでこうやって飲まないといけないのか。でさ、あのこの間ね、なんかあのウエストのさ筋トレみたいなのしたんですよ。だからもうウエストが痛くて、なんか横にこうやってね、こうやってよくさ体操とかであるじゃん、こういうの、くるすと横が痛くて、お腹笑ったら痛い。押していいんですか、押してくださるんですか。ぜひぜひよろしくお願いします、嬉しい。そう、筋肉痛、そう、筋トレしてる時はね、そんなにきつくないなって感じじゃないですけど、あの次の日になったら意外と効いてたんだなっていうね感じですよ。赤ちゃんさん、こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。プランクをしたり、なんだかんだかいろいろと、なんだかんだと、そう、台湾の次の日筋肉痛になってた。皆さんもいっぱい動いてくださったからね、筋肉痛になるよ。歌いながら、あ、でもね、みんなでね、歌いながらレッスン前に歌いながらプランクしたりして、そうそう、しますよ。そう、プランクはね、あれなんだけど、まあそうそうそう、プランクもさ、なんかきつい人きつくない人って分かれるんだよね。そうね、首痛かった、こうやってこうやってこうやってしてくださったんだな、こうやって
そうなんですよ、冠番組ね。そうなんです、そうなんですよ、知ってますみたいですね。有事工事中さん、ありがとうございます。結婚してありがとうございます。翌日筋肉痛でした。でもありますよ、なる、あの、なるなる、運動してないとね、なるよね。よし、コロナ明けた後なんかすごいとんでもない筋肉痛だったもん。お昼ね、そう、どうしようかなーと思って、どうしようかなーって思ってます。何でも食べたすぎて何でも食べれちゃう。かずきさん、はじめまして。リアリーコールジョイの村山由佳です、よろしくお願いします。そう、ちらし寿司いいですね。私海鮮はずっと食べてられる、毎日でも食べれる。私はね、ネギトロにね結構ハマっていまして、そう、なんかお寿司屋さんでネギトロあんま食べないんですけど、スーパーとかで売っているネギトロすごい好きなんですよね。とかファミレスとかのさ、ネギトロ明らかにさ、なんだろう、なんだ、業務用みたいな感じのネギトロすごい好きそう、そうなの。しゃべよう以外でも外食はしますよ。でも外食というよりかはなんかどこかで買ってテイクアウトの方が私は多いかもしれない。そうそう、ザ、そう、パックから出したんだなみたいな、チューブでこうやって出したんだなみたいな、わかる、明らかにわかるようなネギトロに私は最近ハマってます。イクラは食べますね、めったに食べないけど。お誕生日の時にお母さんがお寿司をね注文してくれてて、私は受け取るだけみたいなだったんですけど、そのメニューの中にもねイクラ入ってて、なんかすごいプチプチで美味しかった。プチプチっていうかなんかね、もう一粒一粒も大きくって、イクラなんてすごい久しぶりに食べたので美味しかったなと思いましたね。業務スーパーで ありますよね。そう、私もさ業務スーパーでいろいろ買いたいなと思うんですけれども、なかなか一人じゃ消費できないからね。そう、いくらはいくら、ハマチ、ハマチハマチ大好き。ネギトロ、そうなんですか、すごい食べたいです。コストコ行きたいの、コストコ行きたいんですよ。そう、量がね多いんですよ。ハマチブリサーモンってずっとメモ残ってるどんなメモか いずれ分かんなくなっちゃいそうですね。すごい、いくらだろう、いくら、いくらはいくらはよく聞くけど、それは新しいニューパターンですね。こんにちは、こんにちは。そう、私はなんかこう量というよりなんか個数、なんだ、なんだろうな、一括りにしてしまうんです。なのでどんだけ量多くても一つみたいな括りで考えちゃうの。それこそ大きいなんかファミリーパックとかも一つっていう考えにしちゃうの、何人前とかじゃなくて。だから
食べちゃうんですよね。一つという括りであるとね、私は結構何でも食べれちゃうんですよ。そう、なんか何人前とかよくね、なんかサラダとかもさ売ってるけどさ、オードブル的な感じとか、何人前って書いてあっても一つは一つなんだから食べちゃうよねっていう話こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。皆さん、そうそう、下北沢にねあるんですよね。私もあのネットでめっちゃ調べてますよ。いつか行ってみたいと思いながら、私のねお友達がそこ行ったことあるらしいんですけど、結構朝早くに行かないと行列らしいらしいです。私も行ってみたいと思いながら、行ったら何買おうかなとかも想像しながら、そう、ホールケーキも1位いただいたんですよ、お誕生日の時に。あのケーキをスタッフさんからもう1位として食べましたね。食べれちゃいましたね。お母さんよろしくお願いします。村山優香です。なんか今日カメラの位置がこっちだわ、隠れるのに大変だわ。そうね、今日はお昼暖かいです。スイートシックスティーのねホットケーキ本当に美味しくって、多分あゆみ、あゆみん違う、あゆみ、誰だ、誰かが言ってたのよ、美味しかったって。すごい何かのやつでそう、あゆみってたのかな。本当に美味しくて、スタッフさんがねなんかその日当日だったかな、あの作ってくださったんですけど、すごいもっちもちで分厚くて、もっちもちだけどふわふわで美味しかった、美味しかったですね。なんかなんだろう、私がいつも作るようなホットケーキは割と薄いので、そうそうそう、すごい分厚くて美味しかったです。ホイップクリームがねまたねこう美味しさ増し増しでしたよ。ホットケーキもいいよね。誕生日の時にホットケーキ作って以来作ってない、食べ終わっちゃったもんな。ホットケーキ焼いてホイップ盛り付けいただきます。ねあったかい日があったかい、あったかい、あったかも、違うな、違うな、なってないな。私はねホットケーキはね目分量で全部作る人なので、後ろの表記を見ないんです。目分量でさあさあさあと入れるいつも。分厚さもバラバラです。お仕事おー頑張ってください、応援してます。いってらっしゃい、ありがとうございました。私の料理は基本目分量ですよ。でも目分量だから失敗することとかも全然ありますよ、全然あるんですけれども、そう踊りたいけど、確かにあの踊りね、ホットケーキ焼いてホイップ盛り付け、こっちかな、いただきます、いただきますかしてるみんなはね。そうそうそう、ここのねこのあのここ見てください、めっちゃ早い一人だけなんか
めっちゃホイップ立ててんの上手すぎる、その手首の回しが早くて。見てみてください、今度なんか会った時に。そう、ここホイップのここめっちゃ早い。あの一人だけなんだ、あのそう、それこそ電動のミキサー、ミキサーなんじゃないみたいな。ミキサー、ミキサーじゃないの、なんだっけあれ名前、なんだっけ、ホイッパー、なんだっけ名前、なんだっけ、泡立て器、なんだっけ、なんかしっくりこないな。ハンドミキサーみたいな感じです。そうそうなんです、めっちゃ速くて、なんか振りをね、確認、振り確認みたいなのをね、みんなでねしてた時に、ここの速さはどうやって教わったみたいな感じとかで、みんなでねこう教わったっけみたいな感じでこう話してた時に、コナーを見てみんなびっくり「ねえ」みたいな、「めっちゃ速いやん」みたいな。ダンスの先生も驚いてたけど、まあそれは。そこのダンスの部分はそのはっきりとした決まりとかではなくて、おのおののホイップの混ぜ方でいいでっていう感じだったので、コナーは高速ホイッパーになってるけどそうなの。ゆかちゃんのパートだから、ゆかちゃん推しは、うわ、いいこと言ってくださいますね、嬉しい、ありがとうございます。私しか見ないね、手首ね。私もね、あのこことこっち、こっちとこっちはね結構ね早いく動くんだけど、こう回すってなるとね結構遅い。コナーってなんであんなに可愛いんだろう、毎回思う。なんかさ、しようと思ってできる可愛さじゃないじゃないですか、コナーって。その動作とか、なんか効果音、コナー特有の効果音ってさね、本当に可愛すぎる。これが好き、うーんっていう。初めて出会ったそういう子に、すごい。ゆかちゃん見てニヤジハマった、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。ニヤジは結成して約1年ですけれど、これからもどんどん成長を続けていくグループですので、応援よろしくお願いします。そう、喋り方も、そうそうなの。なんかね、しっかり、もうしっかりしてるって時と、もうふにゃふにゃふにゃっていう、もうなんかもうもう誰よりもふにゃふにゃふにゃってしてる時があって、かわいい笑い方ね、つられますよね。私なんかコナーがさ電気消してしまってるやつもね、なんかたくさん見るんですけど電気をなんか消してしまうやつめっちゃかわいいですよね。そう、賢さを感じる、わかる、すごいわかります。そうそう、言葉とか賢いですから。そうこんにちは、岡田さん、よろしくお願いします。すごい、先ほどからね、岡田さんという方がね3連続くらいでね、名前全部違うんですけれども3連続ぐらいでいらっしゃるんですけど、同じ方、別の方、ご兄弟、ご家族、すごい、よろしくお願いします。そう、ちょっと待ってくださいよって、わかる、わかります、めっちゃ可愛い、本当に可愛い。このあの連絡をね、私は基本メンバーとあんまり連絡を取ってる方ではないと思うんですよ。
でもコナーはね結構連絡をね取ってくれて、あの話したりするんですけれども、コナーの返信が来るたんびに可愛くてにやきちゃう。そう、そんなことあるみたいなこととかをね送ってくれるのでそう、連絡コナーは結構本当にいろんなメンバーに連絡取ってる感じがするし、あのみんながみんなね違う話をしてるんですよこの後。だから同じ話題で話しているわけではないので、すごいなと思います本当に。すごいんですよ自撮りはね、使い回しらしいね、らしいですよ。かわいい、ね、私はもう全然連絡何話したらいいんだろうってなっちゃう。なんか伝えたいこと、メンバーに伝えたいことあったら、スクショとかしてて、そのまあ時にもよるけど、その携帯画面を見てて伝えたいこととかあったらスクショして次の日に伝えたりする。私にも抱きつきますよ、ジュリーは抱きついてきてくれますよ。ヨハちゃんとかわいいね、ほんとにって言ってくれますそうヨハーって感じそう、なんかねバブちゃん扱いなんですよね、あのジュリーは私に対してそう、ジュリアスキンシップ多め何でも多め。どっちが私は、なんか本当に私もなんかなんかジュリーが2個下だなんて思えない、どうしても、ね、でも本当みんなしっかりしてますから。レノンとミツキ2人がってこと？2人がどうなんだろう、舐められてる説。そんなことある？なことはないよ、な舐められてるだなんてどうなんですかね。なんか気づいたら見られてる時ある。なんか私がね結構ぼーっとしてる時とかあるんですよ、なんだ鏡一点見つめみたいな、ね、考え事してて鏡を見たくて見てるとかじゃなくて、その鏡を前にしてすごい考え事とかしてる時にジュリーに見られてる時はあるチャンピオンさんありがとうございますありがとうございます。そう、鏡を見ているというよりかは考え事してる時があってね、私のレッスンスタジオでのなんかこうなんか安定の、なんか私はね全然気にしたことなかったんですけど、ジュリーが言うに何だろう、優香のスタイルこれだよねっていうのがあるらしくて、こう普通に立ってスマホをこうやって両手でこうやって持ってこう結構スタジオのど真ん中に突っ立ってるっていうのが私のよくあるスタンスらしいそう、なんかね私のその なぜそういう体勢をとっているかというと、振り確認、場所確認をねしてるんですよ、携帯見ながらこうやってこう番号見ながらこう次こう行ってみたいな、動画とか見ながらの体勢が、私座るより立った方がなんかすぐ動けるじゃん。そうだから立ちながら立ち止まってこうやってこうやって見てるの、それがねなんかよく見られてるそう、そういうのによく見られちゃってますね。いや邪魔とかではなくて、そんなみんなねレッスン前だから結構みんな椅子に座ってたりするの、だからそのそりゃみんなが来たら毒よ、そりゃそうするよ、そんな邪魔になるところにまでは行ってない。お水おいしい。
ケルさんありがとうございます。どかないことはしない。そう、確かにジュリーのモノマネ上手だなって思います。特徴つかんでるなっていうのは。ジュリーはすごいですよ。だってあのメンバーが髪切って、あの最近なんかこうリコとかね切ってたりしてるじゃないですか。そうで、あのちょっと切ったんだよって言ってて、そうそうそう出るそのちょっともね気づいてたり、あのみんななんか整えをね、あのそうしてたりするじゃないですか、たまにメンテナンスとして。この間なんかあの前髪切ったとかでもすごい気づくので、ジュリーはすごいなと思います。私はそうこの間ね、メンバーと一緒にいたのに、でジュリーがおはようって来るじゃない。私の方がそのメンバーと長くいたのに、ジュリーおはようって来てすぐに誰々髪切ったみたいな感じで、あれみたいな、私今まで一緒にいたのに気づかなくてごめんっていう感じで、どうしてもなっちゃうの。私本当にね、人がね髪をね切っているのにどうしても気づけなくって、私もう全然もう今までね、もう何度も何度もねそういった場面に、ね、なってしまうんですよ。どうしても気づけないの、髪の長さに対して分からなさすぎて。そうもう全然分かんないの。なんかね本当に本当に、なんかなんでこんな気づけないんだろうってぐらいに分かんなくて気づけないんです。ごめん気づかなくてごめん。私はね、あの遺伝を理由にしてます。遺伝を理由にしてます、こういうのは。サイサイさんありがとうございます。本当に気づけなくて。そうジュリアモテると思いますね。だから事前に切るんだって教えてくれないと私あの気づけないの。そう遺伝、そう遺伝遺伝遺伝だ遺伝だ遺伝だ。そう本当に数センチ、数センチですよ。ショートカットのメンバーとかって結構特にね、メンテナンス多いじゃないですか。多い分私は本当に気づけなくてですね、本当に気づけないの。1センチ切ったんだってこの間言ってて、それにジュリーは気づいてたからびっくりしました。1センチですよ、1センチ。ティガーさんありがとうございます。ありがとうございます。そうそう1センチだよ1センチ。確かにねショートカットの1センチってまあ多少ね大きいとは言えよ、とは言えよ、すごいよすごいよ。そう私がね気づかないんじゃなくて、もしかしたらジュリーが本当にとんでもなくすごいのかもしれないってことじゃない。もしかしてそういうことじゃない。そう日によって1センチ、そうだよ、私の前髪なんて日によって重めになるからね。そうだよそうだよ。そういうことだ。そうだそうだ、ね、でもすごいですよね、いっぱい見てて。私もね見てるつもりなんですけど、髪の長さに関してはどうしても本当に気づけなくて困ってます。うん、怒らないかも。私だって髪切ってたりしますよ。前髪はねよくまあ切ってたりするけど、
白髪切ってってもなんか整える程度でしかいつも切ってないから、皆さんね、なんかあんま言ってるようなイメージないんですけど、実は言ってたりしてる行ってきたんですこの間とか言ってたかな、言ってたような気もするけど、あんまりね、バッサリ切ったらツイッターとかでも、うん、言うのかもだけど、あんま言わなさそう、自分が気づけないからね。そう、後ろ髪はねそんなに打てないですね。前髪はさ、皆さん結構気づいてくださるじゃん、私のわがまま前髪が。短くても嬉しい。私ね、ここぐらいにしたいですね。ミディアムからしたいですけれども、今ポニーテールの長さ的になんかすごいこの長さが結構しっくりきてるので、切ることはしないんですけれども、そう、まだ全然切りたいっていう気持ちにはならないですね。メイク変わったのは気づくのかな。メイクはね割とわかるかも、どちらかというと。こんにちは、こんにちは。そうリップの色とかね、私最近のんびりしすぎている、配信でコメントをさ読んで、頭の中でふんふんふんって思って口に出してない、出してなかったね今ねふんふんふんってめっちゃ眺めてた。そう、オーディションの時はちょうどそのくらいでしたよ、鎖骨ぐらい。私もこの長さ好き、黙読してた、普通になんかコメント見ながらって私はこれは好きですね、私は好きです。フラワーさんありがとうございます。太郎韓国さんありがとうございます。見えるね、ここしてるだけで。そう、長い方がいい、短いとね幼くはなるかなと思います。ね、ぶりっ子ポーズになってそうだなと思ったので片手外しました。はは、外しちゃった。スクショしました。変な顔なんてなかったですかそう、なんかなってるなと思って外しました。長い髪伸びた、あははなんかウィンクだってあんまりね。これをする時のみんな、ウィンクだって大盛りねと嘘がないって最高ですがすごい対バンの時すごい楽しかった、最高ですみたいな感じでやってすごい楽しかったなと思いましたね。私は何でも似合うと思うのですか？どうですか？ありがとうございます。なかなかもうここからここぐらいを行き来してるかな。危ない。ウインク振りに入ってる、ウインクだっておもりねーの人たち、係の子たち、係というかパートの子たちは入ってる。そう、
楽しんじゃってエブリバディ。私もなんかスイートシックスティーン全体的に煽りの場面が多かったので楽しいなっていう感じしましたね。みんなでせーのおーふふー、私的には踊ってて楽しかった。おーふふー、ちゃ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 、楽しんじゃってエブリバディってね、楽しかったな。そう、私なんでこんなさ酸素を欲しているの、私ちゃんと寝たのに、なんでこんな酸素を欲しているの。最近の配信本当に申し訳ない、ぼーっとしちゃうね。涙腺、涙腺うる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 です。自分もびっくり。お、終わっていなかったからよかった、ありがとうございます。そう、花見いいな、花見いいですよね、桜とかね。すごい、あの桜さ散ってさ道がピンクになるあのね時期すごい好き。貧血ではない、貧血ではないです。そう、花粉症でもないでもない。今日は私は11時半から今1時間ちょっとしたらか、1時になったら終わるかな。にゃーんにゃーんにゃーんまた今日お話し会でお会いできますから、お会いしましょう、お会いしましょうお会いできるよねいや皆さんお忙しい中ね予定入れてくださってるの本当にありがとうございます。そうそうなんです。でも今話し会前来てくださった？くださってますよね、きっと。わあ、嬉しい。ありがとうございます。なんかお名前覚えてるよ。とか言って、違う方だったらごめんなさい。お友達認定、私の中で入ってた気がする。頑張ってください。ありがとうございます。嬉しい。今日は私ホルモン入れ直して久しぶりに見たわーって。嬉しい！嬉しい！受験お疲れ様、頑張ったね、お疲れ様すぎる。若菜さんありがとうございます、嬉しい。お、覚えてた、よかった、合ってた、ありがとうございます、嬉しい。すごいね、皆さんの声って聞こえるんだなと思いました、ステージ上でもね。来週初だから楽しみ、楽しみだ。なんかさ配信でさ毎日皆さんに会ってるから、お話し会で初めましての方でもなんか初めましての感覚じゃないみたいになることが多い。そう、嬉しい、オーディションのところから見てくれてありがとうございます。1年経ったね1年経ったけど嬉しい、また戻ってきてくれたことが本当に嬉しい、本当に嬉しい、ありがとう。バイトを頑張ってください、いってらっしゃい、応援してます。また話しかけますね、ありがとうございます。現在受付中ですよ。おほほほほ
け中ですよ。ガチ恋工場聞こえましたよ。めっちゃ聞こえました。なんかね、すごい楽しかったもん。ここダンスしてる時、もう私の脳内でもガチ恋工場をこう再生してて、さらにもう本物だって思ってた。今までやっぱりその動画とかでは見たりその聞いたりしてたことがあったんですけれども、実際ね聞くのは初めてだったので、うわーって思ってすごい楽しくなっちゃってましたもん。もうなんかジャンプとかもさ、今までのレッスンの時とかでも結構高く飛んでるけど、私の中でね、その基準は分かんないけど、私の中では高く飛んでるけど、さらにね高く飛べましたもん。楽しくて。そう、代理部活とか。そうですよね、そうなんですよ。言いたかった、言ってよかった、よかった、嬉しい。私もよかった。声出しマジで苦手だから声出せるように頑張るって。私も声出しとかライブもねなかなかねしたことないからさ、声出しとか、その見る側として。私も緊張しちゃうかも。一個ね何かをこう乗り越えたらすっごい声出しても、なんだろう、気にせずにこういっぱい声出せたりできるようになるのかもしれないけどね。その壁はあれだよね、わかる気持ち。すごく そうね、お話し会、ありがとうございます。嬉しい。緊張止まらなかった。確かに皆さんもそうですよね。なかなかさ声出しっていうさ、声出しないじゃないですか、なかったじゃないですか、世の中的に。だからライブで声出すって何年ぶりだみたいな方もねいらっしゃったよね。竹浦さんありがとうございます。ニアジャイで爆発した、勝った、嬉しい。私たちもさコールそうね、練習をさしてて本当に緊張したんですよ。結構ね私序盤でね、ニアリーコールジョインの1曲目のね、ニアリーコールジョインの感想というか、おーおーおーのところをね煽りってなってね、序盤すぎてかなりの緊張をしていたんですけれども、私自身もすごい楽しかったですね。待ったーとかいうの楽しかった。そう、これがねなかなか慣れなかった。フラジールのサビの空の色何色かのところがね難しかったです、私の中で。おーはい、おーはいっていうのと。皆さんも喉のケアをね、龍角散とか、ね、ライブ前龍角散とか、お茶取ったらお茶は喉には良くないらしいですよ。歌う前とかだったらにはお水の方がいいらしいので、お水飲んで龍角散食べて舐めてコールにね備えましょう。そう、お茶よりお水の方がいいらしいです、歌う時はね。普段私はお茶とか好きだから飲んだりするけど、なんか大事なそういうね時とかはお水一択ですね。コーラ飲んでた。炭酸すごそう、胃の中で。太郎韓国さんありがとうございます。お水もね、だから私も昔はお茶一択だったんですけど、慣れるとお水も美味しいよ。
そう、おーおーもね、おーおー、それじゃあ、ね、なんか初めはね、みんな本当にね慣れないからさ、あのおーおーってこうやってこうマイクをね前に出さないといけないところでも、おーおーってこうこっちのね不流にねなっちゃったりしてね、結構もうみんな苦戦してたんですよ。でも本番はねみんなそうそうそう、ちゃんとなんだろう、みんながみんな煽りのね役目をちゃんとこなしてたから、こうねさらにこう皆さんと一緒に楽しむことができたのかなって思って、すごくね本当に楽しかった。チャンピオンさんありがとうございます。畑さんはじめまして、ありがとうございます。村山優香です、よろしくお願いします。そう、まあ、あいみはねプロですから、ニャリーイコールジョイの感想の踊りのところは、あの当日になってあの煽るって変更になったんですよ。本当はあの待機とかあのいつもの形でしようかなみたいにそういう形になってたんですけれども、当日になって煽ろうかみたいな、はいはいってしようみたいなになったんですね。であいみが結構その感想のあの青春のページを開くってなった後に、あの一言お願いしたいですみたいなダンスの先生にね、あのこうそういう指示があったのを聞いてたの。だからもうあゆみはねドンピシャの尺ドンピシャの超盛り上がる感じでさ言ってくれて、私たちも盛り上がるし、もう本当にこの道のプロやんってみんなでね楽屋でもあゆみすごいって言ってました。もうプロですよあゆみが、本当にあゆみ様々すぎる。尺ドンピシャでさすごいよね、一発で、その練習での一発で、本番一発本番っていうわけじゃなくて、楽屋でね一回練習した時に、さあ皆さんこっから無理あのなんかおいおい言っていきますよみたいな感じで、私はちょっとあの全然あのプロでも何でもないのでちょっと下手ピなんですけれども、あゆみはすごいなと思いました。たけるさんありがとうございます。そう、今度聞いてみてください、ぜひあゆみが配信した時。すごいね、あゆみは本当にすごい、なんかこうなんか全てにおいてパーフェクトすぎてね、すごいですよね、あゆみは本当に、いや本当にだよ、入ってきてくれてありがとうっていう感じです。あ、美月始まったからひまわりとタコの方いらっしゃらなくなるのか。いってらっしゃい。いってらっしゃい皆さん。ふみさんありがとうございます。でも嬉しいよ、あのなんだろう、皆さんが消えたって悲しい。けどいや、あの最推しですから、それは私は別にあの行かないでって言えるようなあれではないんですけども、こんなねこう美月ファンの方がやっぱたくさん見に来てくださってたんだなって感じますよね。さようなら。嬉しい。面白い。でもそう、あの美月のファンの方だけど、あの私のルームもね、美月が配信してない時間私のルームを見に来てくださってるっていうことがすごい嬉しいですね。だからあの美月の配信始まったらもう行ってください、行ってらっしゃい、ぜひもう見送りしたいぐらいある。ああいやー嬉しいですね、支えられてますよ美月ファンの皆さんにも。面白い。遊びに来たよ、ありがとうございます、嬉しい。うわ、いらっしゃる、優しいゆかちゃんと。いやいや全然です、みつきファンの皆さんありがとうございます、いってらっしゃい。でも私がもうちょっとで配信やっちゃうから割とね
弓月ファンの皆様、私の配信終わったらどうぞ美月の配信に行っちゃってください。かゆかちゃんとかなんとかなんとかなのかい、なんとかなのかい。ではありがとうございます、踏みとどまってくれてありがとうございます。本当に嬉しい。いや、ありがとうございます。ゆうかおしだよって言ってくださる皆さん大好き、ありがとう。ありがとうございます。たけるさん、ありがとうございます。嬉しい。そうなんです。太郎韓国さん、ありがとうございます。ありがとうございます。こう聞く。ありがとうの気持ちですよ。アバターがね、嬉しい。私の3つ目の皆さんが作ってくださったアバターですから、ね、嬉しい。フラワーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、ゆうかちゃんしかって、すごい感じに感じ、本当にその感じだったらどうしよう。普通に歯医者さんじゃんね。嬉しい、ありがとうございます。でもあとちょっとで57分だ。はあ、57分ですの。美月の配信、私も準備終わったら見に行こうかな。ちょっと先にちょっと準備をしますわ。私もお話し会の準備をしますので、あれだけど、終わったらひょっこりしに行こうかなと思います。それでは10歳の方からいきます。10歳ハーマピーさん、ありがとうございます。12位ニックさん、ありがとうございます。11位チャンピオンさん、ありがとうございます。10位わかめちゃん、ありがとうございます。9位ふみさん、ありがとうございます。8位太郎韓国さん、ありがとうございます。7位ととまるくん、ありがとうございます。6位たつやさん、ありがとうございます。5位長崎ケラミンさん、ありがとうございます。4位高橋聖太さん、ありがとうございます。3位たけるさん、ありがとうございます。2位はまじさん、ありがとうございます。そして1位スカイさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。また来るねって、嬉しい。初めましてでずっと見てくださってありがとうございました。また明日も配信をしますよ、もちろん。ちょっと何時かはまたご連絡しますね。夜どうだろう、でも日曜日だしお昼にしたいなという気持ちもありますけれども、昼か夜かな。スクショタイムいいですよ。いつもピースじゃん。何かありますか。フラジール、ライオン、ライオン、ニャリーガールじゃーい。スイートシックスティーン、イエーイ。中指と小指を曲げるやつなんだ、両手グーにしてアガナシタインオークポーズは、わからないですね、わからないですね。ミディアムヘア、
手はグーにしません。やーい、ありがとうございます。取れましたか、取れましたか。毛先がグーにして、あれあれ見えなかったの、見えないよ、見えないよ、そういうのは見えない見えない、はい、ということで皆さんありがとうございました。いっぱい撮ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。今日はこの後お話し会もありますので、ぜひお話し会ね、いけるよっていう方はぜひぜひよろしくお願いします。またあの服チェンジしてこんにちはするので、また楽しみにしててください。なんかハードル上げそうだな、ハードル上げないで、ハードル上げとかないでねハードル上げとかないでねというのは言いたいですけれども、でもまあ今日も皆さんとお会いできるの楽しみです。ということで今日も見てくださってありがとうございました。皆さん良い土曜日をお過ごしください。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイ。